ジョルジュ・シムノン、ジョルジュ・シムノン、ジョージス・シメノン、1903年2月13日から1989年9月4日は、ベルギー出身のフランス語で書く、小説家、推理作家。息子のマーク・シムノン、1939から1999は、映画監督で、女優ミレーヌ・ド・モンジョの夫であった。100編以上ある、ジュール・メグレ警部、ジュールス・メイグレイ。 あとに、ケイが登場する一連の推理小説で有名。世界中で最も読まれたフランスの作家は、ビクトル・ユーゴー、ジュール・ベルヌに次いでシムノンという説があるくらい、シムノン文学は世界各国で好評を博した。シムノンは、ベルギー生まれが、ほとんどのフランス人は、彼のことを、同国人と考えている。その売り上げのほとんどはめぐれものだが、 シムロン自身はメグレを主流な仕事とは考えておらず、あくまで自分を純文学の作家とみなしており、そのメグレ以外の代表作の一つ、エルエネージュエイテセール、雪は、汚れていたは、アンドレ・ジット、フランソワ・モーリアックから絶賛された。ジットは、レアンカヌードンズ・エルエメゾン、家の中の見知らぬ者たちについても、驚愕した。長い間、 私にはこれほど激しい興奮を呼び覚まされた本がなかった。と称賛、LA ブーブ・カダーク、片道ギップについては、たまたま同年に書か,かれ出版された、カミュの異邦人と比較して、それよりも優れている。芸術の絶頂まで届いた作品だ。と賛辞を惜しまず、現代フランスの最も意外な作家。とまで評価した。モーリアックも、レアーのデベセトラ。 ヴセ生トルの勘について、シムノンカッパしている真実は、今まで、いかなる小説家も、これほど、赤裸々に、生死に耐えないほど、明らさまに暴き出したことのない真実である。と共嘆し、めぐれ者から影響を受けた、江戸川乱歩も得る、本目でローンドラ、ロンドンから来た男を、ドストエフスキーの心理的手法を巧みに我が、ものとしている。純粋な犯罪小説として、 ヒルイなき名作である。と評価している。その他、ヘンリー・ミラー、アナイス・ニンなど、シムノン文学に賛辞を送った作家は多い。聖合としても知られ、13歳半の時以来、1万人の女性と成功渉を持ったという話で、そのうちの8000人は、勝負で、あとの2000人が、素人の女性だったという。ジョルジュ・シムノンは、ベルギー。 リエージのレオパール街26番地、現在は24番地で生まれた。父はデジレ・シムノン、母はアンディエット・ブリュール。デジレ・シムノンは保険会社の会計部門で働いており、1902年4月にアンディエットと結婚した。ジョルジュ・シムノンが生まれたのは1903年2月13日だったが、迷信をお気にして12日生まれとして登録している。彼の誕生にまつわる。 この話は小説血統書の冒頭で詳しく述べられている。シムノン家はその先祖をリンバーグ地域に遡ることができた。彼の母方の実家はオランダ領リンバーグの出であった。母方の先祖の中で悪名高い人物の一人にガブリエル・ブリュールがいる。1720年代から首をくくられる1743年までリンバーグを悩ませた犯罪者であった。 あとにシムノンは、ブリュールを彼自身のたくさんあるペンネームの中の一つとして使用することになった。1905年4月、ジョルジュ・シムノンが生まれてから2年後、一家はパスツール街3番地に引っ越した。現在は、ジョルジュ・シムノン街25番地。リエージュのウトルムーズ街区の中にあった。弟のクリスチャンが1906年9月に生まれた。母親はこの弟を一番。 可愛がることになり、シムノンは屈辱を味わうことになった。その後、1911年2月に、一家はロワ街53番地に引っ越した。ここもウトゥルムーズ街区の中であった。こちらの家は大きかったので、下宿人を置くことができた。下宿人は見習い校や様々な国から来た学生たちであったが、こうした人たちが若いシムノンにより広い世界への入り口となる。 重要なきっかけを与えたのである。この時の経験が彼の小説を特徴づけるのだが、特に、血統書、ペドグリと、下宿人、ルルを受けてあに、その影響が現れている。3歳の時にシムノンは、サンジュリエン保育園で読み方を習った。それから、1908年から1914年に、かけて、サンタンドレ学院に通う。1914年9月に、 第一次世界大戦が始まって間もなく、シムノーンは三類中等学校、イエズスカイの高校に入学する。1917年2月、シムノーン一家はアメルカール外区、ウトゥルムーズ外区のすぐ隣の以前郵便局だった建物に引っ越す。1919年6月、さらにもう一度転居するのだが、この時はウトゥルムーズ外区のアンセニモン前に引っ越している。 シムノンの父親の心臓の容体を言い訳にして、シムノンは1918年6月に学生生活を終える決心をした。三類中等学校の年度末の試験すら受けようとはしなかった。その後、シムノンは奇妙な職業を転々としながら働くことになった。シムノン家には二つの一族がいた。バルーンズマメロンズ、シムノン屋とフレミッシュ、ピーターズ、 ブリュール家である。マメロン家は純粋なワルーン族でリエージュのアウトレムーズに根を下ろした労働者階級の一家であった。マメロン家は移動するものすべてに対して疑念を抱く。マメロン家は安定、近隣への統合、職人や熟練校からなる中産階級への統合を象徴していた。マメロン家はシムノンの作品の中で重要な役割を果たしたわけではなかった。 ピーター家はマメロン家とは全く違っていて、家族としてのまとまりを書き、自己中心的な動機や嫉妬からお互いに衝突していた。ピーター家、すなわち落ち着きがなく苦悩に満ちており、社会に適応できないシムノンの母親の一族の人々は飲酒や流浪の生活、権力といったものに逃避したいと願っていた。こうした彼らの生き様がシムノンの ゴつゴつした小説に登場する主人公達の原型となった。1919年1月、15歳のシムノンは、リエージュ新聞に職を見つける。ジョセフ・デ・マルトーが編集していた新聞であった。シムノンが担当していたのは取るに足らない三面記事だけだったが、それがために書いて、町のいかがわしい面を探求することが可能になったのだった。政治、酒場、 値段の安いホテルといったものに加え、犯罪、警察の調査、そして、警察の技術について、犯罪学者であるエドモンド・ロカールが話してくれる講義、こうしたものが彼の興味の対象となった。さらにシムノンは、この新聞社での経験から、素早く編集する技術を学んだのである。実際、シムノンは、G シムのペンネームで150本以上の記事を書いている。 シムノンの諸女作であるアルシュバシで英雄ポーンでアーショスは1919 19年6月に書かれたもので1921年にジー・ G. シムのペンネームで出版された。ムシュール・コックの名前でも1919年11月から1922年12月までの間に800ペンものおかしさのある作品を発表している。この期間にシムノンの夜遊び すなわち、売春婦、飲んだくれること、どんちゃん騒ぎ、こうしたことは増えていった。シムノンと交際のあった人たちの中には、無政府主義者、自由奔放な生活を送る芸術家たち、さらには、将来殺人を犯すことになる人物二人、といった人たちがいた。この二人の殺人者は、我が友人たちの三つの犯罪、レトロイス・クライムス・デメス・エイミスの中に登場する。 またシムノンは、ニシンソン、LA キャックとして知られる、芸術家集団とも交流があった。彼自身がこの集団のメンバーに実際になったわけではなかったが、この集団を通じて将来妻となるレジーヌ・ランションと出会うのである。デジール・シムノンは1922年に亡くなる。その結果、ジョルジュ・シムノンは、レジーヌ・ランション以後、愛称だった。 ティギーを用いることとするとともに、パリに引っ越すことになった。最初はまず第十七区に今日構えた。バティニョール通りからそれほど離れていない場所である。彼は町に馴染み、居酒屋、安宿、バー、レストランなどに精通することになった。さらに重要なことには、シムノンが普通の労働者階級のパリ市民たちと知り合ったのである。様々なペンネームを用いて作品を表すことで、 シムノンの創造性はいよいよ実を結び始める。シムノンとティギーは1923年3月結婚するためごく短い期間リエージュに戻った。シムノンは育ちはカソリックだったにもかかわらず信仰を保ってはいなかった。ティギーの家は完全に無宗教だった。しかし、シムノンの母親は教会での結婚式にこだわり、ティギーに カソリックの教理問答集を勉強して、名目上だけでも信者になるよう強制した。シムノンが確固とした信仰を持っていたわけではなかったのに、シムノンの子供たちは全員、カソリック教徒として、洗礼を受けさせられることになった。とはいえ、ティギリーと結婚しても、シムノンが他の多くの女たちとのつながりを断ち切ることには、ならなかった。その中でも一番有名だと思われた女性は、 ジョセフィン・ベーカーだった。シムノンは取材の任務を受けて、1928年に長期間船旅に出ることになる。この船旅で、シムノンは船の面白さを覚えた。1929年、彼は自分の船を建造することを決心した。オストロゴス号である。シムノン、ティギー、料理人でもあり、家政婦でもあるアンリエット・リベルジュ、そして彼らの飼い犬であるオラフが、 オストロゴス号の住民となった。そして、フランスの運河を巡る旅をした。アンリエット・リベルジュは、ブール、文字通り、玉、という意味で、彼女の少しずんぐりした見た目にちなんだ呼び名、として知られる女性だが、シムノンとは、この後数十年の間恋愛関係にあった。しかし、シムノン夫妻の親しい友人であり、シムノン家の一部となっていたのである。1930年、 シムノンが作り出した最も有名な登場人物、メグレ刑事、コミーサー・メイングレイが作品、刑事、ディテクティブに初めて登場する。この作品はジョセフ・ケッセルズの頼みに応じて書かれたものだった。この初めてのメグレ刑事者はオランダを航行している時、特に言うならデルフ・ゼールの近辺を公開中に書かれたものだ。このことを記念して、 デリフゼールにはメグレの像が建てられている。1932年にはシムノンは頻繁に旅に出た。アフリカ、東、ヨーロッパ、トルコ、ソビエト連邦などから記事を送っていた。世界中を旅する生活は1934年になっても終わらず、1935年まで続いた。1932年から1936年にかけて、 シムノン、ティギー、ブールは、フランス、シャラント・マリティム県、マルシリにある、ラ・リシャルディエールという16世紀の大邸宅に、住んでいた。この邸宅は、シムノンの小説、ドナディの遺言、ルテスタメント・ドナジエウの中で触れられている。1938年の初め、シムノンは、ラ・ロシェルにある別荘、アグネ・オカリ、8月には、シャラント・マリティム県の中のニュルシュルメールの農家の、 建物を購入している。そして、ティギーとの間の一人息子、マークがここで1939年に誕生した。シムノンは、第二次大戦中は、バンド県に住んでいた。戦争中の彼の行動は、かなりの議論を呼ぶこととなった。学者の中には、シムノンが、これまでずっと、ドイツと通じていたのだという見方をするのが出てきており、その一方でこの見方を否定する者がいた。 シムノンのことを政治には関心のない男で本質的に日和未主義者だが決してドイツの協力者などではないと解釈していたのである。しかし、シムノンが現地の農場した力、ドイツの協力者だと告発され、その一方でゲシュタポからは彼がユダヤ人ではないかと疑われてこれはシムノン、シメノという名前とシモン、サイモンという名前とを混同してのことだったのだが、 状況はさらに混乱したものとなった。ともあれ、戦争末期には、シムノンは、当局の監視下に置かれていた。というのも、ドイツの占領中に、彼は、自分の著作の映画化の権利を、ドイツの映画スタジオと交渉して取り決めていたからである。1950年には、五年間、新作の出版を一切禁止される処分を受ける。しかし、この処分は、公に告知されていなかったため、 ほとんど実行のないものであった。戦争中、シムノンは重要な作品をいくつも生み出した。その中には、ドナデューの遺言、ルテスタメントドナジエウ、万聖説の旅人、ル・ボイージャーでエル・エートさんと、前のは、リー・サーケル・デマなどである。彼は重要な文通も行っている。特にアンドレ・ジードとの文通が有名である。1940年代はじめには、 シムノンは健康上の不安を抱えていたが、ある時、その地の医者が彼の心臓が重篤な状態にある、シムノンの父親のことを思い出させるがと誤診したので、ある。余命数ヶ月という診断であった。また、ティギーがブールのことで、シムノンにとうとう不意打ちを食らわせたのも同じ頃であった。シムノンとティギーは1949年までは夫婦でいたのだが、今では結婚といっても、 肩だけのものになっていた。ティギーが最初に抗議したのにもかかわらず、ブールは二人と共にとどまっていたのだった。戦争中の不確かな振る舞いにもかかわらず、ラ・ロシェールの町は結局はシムノンに栄誉を与えることとなった。1989年に彼にちなんで不当の名前を付けたのである。シムノンは体調が悪く、検定の式典には出席できなかった。しかし、 2003年には彼の息子のジョニーが父親を表彰する別の行事に参加している。シムノンはフランスでの尋問を免れるため、1945年にティギーとマールと一緒に北米に逃れた。カナダのケベック州モントリオールの北にあるドメインレステレルで最新型の家を借り、その中のマルタ小屋の一つ、LC シゴと呼ばれ現存するで小説を3編、そのうちの一つは、 マンハッタンの三つの寝室である書いている。ブールはビザの問題で最初から一家に合流することはできなかった。アメリカで過ごす間、シムノンは定期的にニューヨークを訪れていた。シムノンは一家で長距離の自動車旅行に出たりもしている。メーン州からフロリダ州に行ってみたり、西はカリフォルニアまで訪れている。シムノンはフロリダ。 ブラデントンのアンナマリア島に短い期間住んだ後、アリゾナ州のノガレスに家を借りている。ここに至って、ようやくブールも一家に合流することができた。シムノンの小説、瓶の底、ザボトム・オブ・ザ・ボトルは、アリゾナ州ノガレスでの生活から強く影響を受けたものになっている。砂漠に心を惹かれるものがありつつも、シムノンはアリゾナを後にすることを決める。続いて、 カリフォルニアに泊まった後、コネティカット州、ベイクビルの大きな地、シャドーロックファームに落ち着くことにした。この街は1952年の小説、ベルの詩、LA、モートレベルの背景となっている。米国にいる間、シムノンと息子のマールは、比較的容易に英語での会話が話せるようになった。これは、ブールも同じだった。 しかしティギーは英語に関しては大変難儀な思いをしてヨーロッパに帰ることを絶望するようになった。その一方でシムノンはデニーズ・ウィーメ17歳年下の女性と出会っている。デニーズはモントリオール出身で1945年にニューヨークでシムノンに出会った彼女は秘書として雇われることになっていた。そして二人はすぐにハランブのかつ 不幸な恋愛を始めてしまったのである。おびただしい数の法的問題を解決して、シムノンとティギーは1949年に離婚した。その後、シムノンとデニーズ・ウィメはレノで結婚する。1950年にネバダに移り、結局3人の子供が生まれた。ジョニー、1949年生まれ、マリー・ジョー、1953年生まれ、ピエール、 1959年生まれである。離婚の際の取り決めの通り、ティギーはシムノンと息子マールのすぐ近くに住んだ。こうした状況は彼ら全員が1955年にヨーロッパに戻るまで続いた。1952年、シムノンはベルギーに赴き、ベルギー王立アカデミーのメンバーに選ばれる。シムノンは1922年以降は一度もベルギーに、 住んだことはなかったのだが、生涯ベルギー国民であり続けた。シムノンの一家は、1955年にヨーロッパに戻った。最初はフランスに住み、主にコートダジュール沿岸、その後スイスに落ち着いた。エシャンダンの借家で暮らした後、ローザンヌの北に位置するエパランジュに物件を購入した。そしてその場所に、巨大な家を建てさせたのである。 シムノンとデニーズは1964年には離婚することが決定的になった。テレサは1961年からシムノン家で家政婦として働いてきたのだが、この時までにシムノンと恋愛関係にあって、彼の残りの生涯を一緒に暮らすことになる。長きにわたって心配の種となってきたマリージョーが1978年25歳の時にパリで自殺した。 この出来事はシムノンの以後の人生を暗いものにした。監督兼プロデューサーであったジョン・ゴールド・シュミットが制作した記録映画メグレの鏡はローザンヌの大邸宅で撮影されたものであり、また犯罪心理学者との間の告白帳の会話に基づいた人物紹介の形式をとっている。この映画はエイテのために制作され、1981年に イギリスの ITV ネットワークで放送された。1984年、シムノーンは脳腫瘍の外科手術を受け、順調に回復した。しかしその後数年にわたり、彼の健康は悪化していった。シムノーンがテレビで放送された最後のインタビューに登場したのは188年12月のことであった。ジョルジュ・シムノーンはローザンヌで、 1989年の9月3日から4日にかけての夜中、眠ったまま亡くなった。シムノンは偉大な遺産を残して亡くなった。そこで彼を記念して記念銀貨が作られることになった。シムノン生誕100年を記念してベルギーで2003年に銀貨が制作された。高歌の表には彼の肖像画が描かれている。 戦前に著作が日本語に訳された回評価を受けた。雑誌、新青年の企画で、日本の探偵小説家の海外探偵小説のベスト、10を発表するものがあり、代表作の LAT テディ UN 本目、男の首が全体の9位に入った。個人では、大下うだる、木々、高太郎、角田菊を、渡辺圭介らが、シムノンの作品を上位に挙げた。 特に角田には多大な影響を与えたらしく、高木家の惨劇など角田が戦後に執筆した九つの小説に登場する、鏡ケース警部の人物像はめぐれをモデルとしている。日本に紹介された当初は、シメノンという名字の正確な発音が不明であり、役者によっては、シメノンと表記していたが、1956年に、木見高太郎がシムノン本人にあって、 シムノンが正しい発音である確認。1958年の死体が空から降ってくるチビ医社の犯罪診療部1、原千代海分け、早川書房が最後のシメノン表記の日本語訳の著書であり、それ以降の日本語訳された著書は全てシムノン表である。執筆年を記す、メグレ刑事の元部下で探偵所長のトランスと相棒の探偵、エミールの物語。 全14編の連作短編として発表され、その後単行本としてまとめられた。翻訳は4分冊。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。